はいみなさんこんにちは。歴戦に講師の森山です、えー。今回はですね、シ、え、ブ、ー、フェス特別企画ということで、えー、行政書士、司法書士共通で問われる民法改正ポイントはこれだ。 ここんな形のととろでお話をしていいいきたいと思いますで今回はです、ね、行政書士の受験生の方それから司法書士の受験生の方行政書士を受け終わって今度司法書士にチャレンジしようという方、まあ、いろんな方が聞いているかなというふうに思います。で YouTube で生配信されていますからもうたくさんの方がです、ね、今ライブでご覧になっているということですのでぜひ1時間ほどです、ね、お付き合いいただければというふうに思います。 で私の方は普段は司法書士の方の講座をこちらの渋谷駅前本校とそれから通信講座の方で担当しておりますで行政書士の受験生の方も私の書いた携帯司法書士だとか V マジックだとか参考書を使って行政書士目指しているよなんていう方も結構多くの方お話をいただきますありがとうございますということで今回はですね民法の改正のポイントこれを少しだけですがお話をしていきたいというふうに思います。で この民法というのは本当にこう毎年改正されている感じですね2020年4月のところから債権法改正といったところで債権法それから債権だけではなくて実は総則の部分について大きな改正がありました。これれががよく100年に一度の大改正なんてて呼ばれておりますが 100年に一度の大改正があったと思ったら今度はその次に相続法の改正なんて形でまあ相続なんかも改正がありました、まあ、相続のが施行が先にされたところもありますけれどもというところで相続改正それから再建法改正なんていうのがやってきたあ,あいうことになります。それからですね今度は 特別養子縁組えこちらの改正なんかも入ってきたということになるわけですねでいうことになります本当にこういろんな改正が目白押しですよという形になりますで今度は 今度はその後会社法改正なんてのもありますからもう本当にこう毎年のように何十年に一度の改正なんてのやってきて本当に何十年に一度の大改正なのかよといった感じ毎日ありますよね毎年あります。ですから本当にこう最近は改正付けで受験生の方も情報なんかが大変だというふうに思いますのでこちらの方もですねもう情報については、まあ、こういう講義。 いやイベントなんかもそうだしそれからツイッターなんかでも配信しているところではありますが、まあ、本当にこう大変ですよねですからその少しでも力になれればというふうにはいつも思っております。では、えー、始めていきましょうか でそのようにこう改正がたくさんありますけれどもこれ実はチャンスだというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。で法律が変わらなければ例えば昔から開業している、まあ、実務家の方が、うんまあ、それをずっとやってますからで新しい法律ができるということは新しい仕事ができたり新しいこう知識が必要になったりしますからそういうのはやっぱり勉強している方が有利ですよね。ですからこれから開業するにあたっても何するにあたってもやっぱりこう新しい情報を人より早く仕入れるということがやっぱり 重要ななことにりりますそれがやっぱりビジネススチャンでもちろん私もこう言ってるだけではなくて自分もそれをやろうというふうに思っておりますから改正が出たらすぐにやっぱり勉強します一人早く身につけようなというふうに思っておりますでそうするとですねそれで例えば本を誰より先に書いて情報を提供していくといった形もしておりますし時々まあ前線あの施工があったのに改正の本出してちょっとフライング気味だったこともありますけれどもとにかくまあ そんな形でやっぱり動いていいいてくとととうことが大事だと思いますですからこうやって聞いてくれていて新しい法律を身につけようというのはもう非常にこう重要なことかなというふうに思っておりますさあ前置きが長くなってもあれですから早速始めていきましょう YouTube の方がですねその概要欄のところに多分レジュメがあると思いますのでこちらの方を見ながらぜひ聞いていただければというふうに思いますでは早速始めていきましょう2ページのところを開きください大丈夫でしょうか で今回は1時間しかありませんので、えー、1分野だけ、契約不適合、いわゆる売買契約の担保責任というところが難しいですから、そのお話をしていきたいというふうに思います。では、この契約不適合については、もう完璧ですよ、こんな感じで1時間やっていきましょう。 でやっぱりこの改正というのはもう幅広いですから1つの分野だけでもこの分野はできるぞというふうに自信を持つということがまず大事かなというふうに思いますその積み重ねですからねですから全体を幅広くしようしろうというふうになってもなかなか手薄になってこっちをやっているうちにこっちがおるすみたいな形になりますからこの分野完璧この分野完璧みたいな感じで1つもう自信を持つということはある意味重要かなというふうに思いますもちろんそれだけではだめですけれどもだからまずは改正の勉強 ということであればあこの分野大丈夫だということであればそこからこう発生して勉強が進んでいきますので今回はいいですか1時間で契約不適合完璧にしていきましょうですからいきましょうねでは2ページ行ってください契約不適合ですこの売買契約で昔からある担保責任過失担保責任なとていのがありましたけれどもこの契約不適合っていうのはその旧法の担保責任過失担保責任と何が違うのかというと少し性質を変えているところがまず第一にありますでは2ページのところを見てください まず1番意義契約適合責任とは売り主が契約の内容に適合しない給付をした場合の買い主の救済方法だ売買契約をしました売り主 A さんは買い主 B さんに物を給付しなければいけないでも契約の内容に適合しないつまり内容が違うじゃないか言ったことと契約したこととくれたものが違うじゃないかという時に買い主をどう救済していくかというと。 売り主に契約不適合責任担保責任を負ってもらうえつまりえ買い主から売り主にその不適合責任の追及えこれをすることができるんだということになりますではえこの契約不適合責任というのは一体どういう性質があるのかというと次の行を見てもらうとえ債務不履行の一般原則の特則だというふうに書いてありますねこれが旧法と立ち位置が違うところですよねえちょっと中身を見てください矢印です売買契約の内容に不適合な給付がなされた場合の買い主の 救済方法が債務不履行の特則とししてて規定されいいる契約内容に適合しない例えばこれは日本産の何々ですよっつって渡したのに違う実は産地が違ったとかそういうふうなことですよねあるいは 100g 入ってますよというのに 80g しか入ってなかった約束と違うじゃないか契約と違うじゃないかという時に飼い主をどう救済していくかという責任ではありますがそれって 契約内容をちゃんと履行してくれないわけですから契約内容に適合するものを渡さなければいけない義務があるのに渡さないわけですからそれって一種の債務不履行ですよねですからこれは債務不履行責任なんですってことは別に契約不適合責任がなかったとしても債務不履行責任ということで債権総論のところにちゃんと規定があるわけですよね、えー、債務不履行責任で実はこの契約適合責任というのは債務不履行責任の督促 なんですねだから契約内容に適合しないものを渡さなかった渡したものが契約内容に違ったというタイプの債務不履行責任が契約不適合責任いわゆる担保責任ということになります。で昔は 例えば特定物売買であれば例えば、えー、その一点物の絵をくださいとつったときに絵に穴が開いていようがいやこれは、ね、その絵をあげるっつったんだからその絵を渡したんだから債務不履行じゃないでしょというところからスタートしてだったら貸し担保責任を負ってもらわないと困るよねみたいな発想で債務不履行の責任を負わないからこその担保責任だったわけですが今では債務不履行の督促、えー、つまり飼、えーまあ、い主は債務不履行したら 売り,主に売り主が債務不履行したら責任を負わなければいけない売り主は債務不履行責任を負わなければいけませんがその債務不履行の中でも契約内容に適合しないものを渡した渡したものが契約内容に適合しなかったというタイプの債務不履行こそこの担保責任なんだだから契約不適合ということになるわけです。 えまあ旧法では貸し担保とか言っていて貸しがあるかどうか傷があるかどうか欠陥があるかどうかというふうに考えましたけれども欠陥があるかどうかというふうな一般的な基準ではなくてその契約に適合するかどうかなんです。例えば皆さんだって一定ものを買うときに 契約内容でどういうレベルのものが欲しいかっていうのは当然契約しますよねオークションだり中古の売買であれインターネットなんかでも良い書き込みがありませんとかいろいろ書いてあるわけですそういう約束をしたにもかかわらずその約束と違うじゃないかというタイプのこう 債務不履行責任だといいううふうに考えてくださいださから一点物であるから例えば中古の品だったら中古の本なんか買ったときにこう一点物ですからあ一点物だから債務不履行責任になりませんよこれを渡すって言ってこれを渡したじゃないかって言ったとしても契約内容には書き込みがないとか書いてあるのに書き込みがあるとかこういう場合にはやっぱり債務不履行責任を負ってもらわなければいけないそれが契約不適合責任だということですねだから旧法では瑕疵があるかどうか欠陥があるかどうかという一般レベルで考えましたけれども新法ではその契約 に今回はこういういい品を渡すという約束だったよね今回は安いからこういう、まあ、レベルの低い品ですよねみたいに約束するわけですよその約束より変なものじゃないか約束と違うものじゃないかこういう責任だというふうに考えてくださいでは行きましょうか。 では次2番です、数字の2、目的物の契約不適合と書いてありますが、さあその渡したもの、目的物が不適合だぞというのはどういうケースがあるかというと、目的物が契約の内容に適合しない場合として、引き渡された目的物が、種類、品質、数量に関して、契約の内容に適合しないということになるわけです。目的物が契約内容と違うというのは、いいですか、種類、品質、数量、種類、品質、数量になります。 まず種類っていうのは、契約内容と違う種類のものが来た。例えば、秋田小町を100キロ頼んだのに、コシヒカリが100キロ来たぞ、みたいな。 言ってていることとを渡してくれたものが契約内容と違うじゃないか別に秋田小町とかどっっちがいいいて問題じゃないですよ、えー、別に変なものが来たわけではないですがやっぱりこう秋田小町とコシヒカリでは、うん、好みが違いますよね私は知りませんけれどもですから秋田小町の味が良かったのにコシヒカリうちの口に合わないんだよねみたいなこともあるわけですだから渡してくれると言ったのに言ってくれるのは秋田小町だったのにコシヒカリじゃないかということで品質が悪いわけではないけれども 言われたものと種類が違うという場合の責任が、え、これがまあ種類の不適合ですよね。で、それから次品質、これはまあ品質が悪いです。だから、例えばですね、電気冷蔵庫を買ったんだけれども。10キロの製氷ができますとか言ってるのに、なんか五キロぐらいの製氷、氷しか作れないじゃないかみたいな。あ、そういうふうに品質が悪い。あるいは、例えばマンションを買ったんだけれども、言われた通りの富士山が見られないとか。 いや富士山見られるって言って買ったのにみたいな言ってるものと品質があ劣ったものが来たぞみたいなこういう場合ですよねあとはよくあるのがあの自殺者があったのに、えー、契約内容に明示されていなかったそうすると、えー、契約内容ではそんなことを言ってないにもかかわらず、えー、自殺者が出たようなこれ心理的な瑕疵があるじゃないかみたいな感じで、えー、これはですねやっぱり言ってることとおくれたものが違うぞってことになりますあとはもう一つが数量不足ですね例えばあの グラムくださつっ,ったのに測ってみたら8 5ムしかくれないじゃないかみたいなこういう場合もあるかもしれませんですからこのように種類品質数量が違うものが売買契約の対象として、えー、まあ給付されたぞみたいな時に売り主が責任を負うということになりますでもう一つが権利に関すする不適合です目的物というよりはその目的物例えば土地が売り主から飼い主に渡されたんだけれどもその渡された土地の権利が言ってることと違うじゃないか 契約内内容容と権利内容が違うじゃないかさあ、権利内容が違うってどういうことかというと、番売り主が買い主に移転した権利内容が、えー、適合しない例えば、不動産買いました、確かに所有権は移転されたでも端っこに道があるぞ、何この通路、え隣の家の地役権がついてるって聞いてないよ契約内容不適合だから聞いてないようですよね。 地域権がついてる道がついてる知らねえよそんなの誰か占有してるついてるはずの逆に今度地域権がないとかあこういう場合がこの権利に関する不適合ってことになりますそれから2番なんですが売り主が飼い主に権利の一部を移転しないこれ例えば、えー、この 大きな土地をくれると言ったのになんか、うん、端っこは人んちでした一部他人物みたいな感じですねこういう場合には土地を売買の目的としたけれども一部他人の土地でしたごめんなさいみたいなこれがまあ売り主が飼い主に権利の一部を移転できないとこんな場合になります。ということでこういうふうな権利の不適合の場合ももちろん担保責任を売り主さんに負ってもらうよということになります。 よろしいですねということで皆さんがまず2ページの一番下で覚えなければいけないのがこの契約適合対象とすれば種類品質数量の不適合それから権利の不適合この4つがあるんだとしっかり押さえてくださいで民法の勉強というのは理解するところは理解しなければいけないけれども覚えるところはしっかり覚えるえこれが両輪ですからねいやこれは分かりやすかったとかあ理解できたぞって言って勉強終わりにしてはいけないわけです皆さんが試験会場でやるのは しっかりした知識を頭の中から出すことということになりますから覚える時はしっかり覚えるだから今のうち暗記「種類品質数量権利」じゃあ YouTube の皆さん言ってくださいはい一斉の「種類品質数量権利」よろしいですか とということでですすぐ暗記ですよ覚えるとかすぐ覚覚えるで覚えるるのと理解というのは車の両輪ですからね。ということでこの種類が違う品質が違う数量が違うこの3つの目的物の契約不適合とそれから権利についての不適合この4つが契約不適合の内容だとしっかり覚えてくださいでは次行きましょう次は3ページの方に行ってもらうとではお待ちかね飼い主さん売り主さんにどんな救済をしてもらうことができるのかおい売り主さん責任取ってよ 責任取ってよどんな責任を取らせることができるのかってお話ですまずまた暗記しちゃいましょう創設のところ「丸一丸二丸三丸四。追加請求代金減額請求損害賠償請求解除」この4つです追加代金減額損害賠償解除この4つをですね追及することができます ということをまず押さえていただいてその4つができる場合できない場合などもありますからそれは今から細かく見ていくことにしましょうでは行きますまず3ページの括弧2番追還請求なんですが追還請求についてはこれはですね追還してくれよ追還してくれよちゃんとしたものくれよみたいな請求ですが請求の仕方は3つ請求の仕方は3つで先にその下選択権この3つの方法を誰が選択できるかというのは原則買い主です 原則飼い主まず飼い主からの請求でもあるしあとは飼い主がどういうふうに追加してほしいかちゃんとしたものが欲しいかということをやはり飼い主の方で選べるべきなんですね飼い主の権利だしえこれから飼い主のものになるわけですから飼い主がどういうふうに直してほしいかを選べるわけですでは上に戻っていただいて二番方法一つ目目的物の修法例えば品質が悪い例えば壊れたテレビが来たと 壊れたテレビが来た時に「新しいテレビの変えてください」でもいいし「テレビを直してください」でもいいですねこれが目的物の修歩になります例えばですよもうそのテレビに例えば大事なシールかなんか貼っちゃって「いや新しいものを引き渡されても困るんだけどこれを直してほしいんだよ」という場合もあるかもしれないですよねですから「あ修歩なのか引き渡しなのか」こういうのは飼い主が選べることになりますですから「直してくれよ」「直してくれよ」こういう請求が1つできますそれから ② 代替物の引き渡し代わりのものをくれよ代わりのものをくれよこういうふうに請求することもできますまあ例えばテレビもそうだし例えば皆さんがレックで本を買いましたとそうしたら落長がありましたというときにどういうふうに請求しましょう一つは新しいものに変えてくれよそうするともう落長のない えー、いい本が来ますよね、これ一つ飼い主さんからすればこれから本の収者になる人からすればこれからあその本で勉強するわけですからもう楽長のないようないい本で勉強したいというふうなことで引き渡しを請求したい人もいるかもしれませんただ、楽長が最後の10ページぐらいあってもう初めの50ページぐらい勉強して書き込みもあるその時にあ楽長があったんですね書いてあげましょうって,って取られてしまったらどうですか、あ書き込みが書き込みがってなりますよね。ですからあのその10ページ足りない分は 不足としてくださいいいいみたいな請求ができるといいかもしれませんだからそれが不足分の引き渡し請求になりますよね。ということでこのようにどういう請求できるかというのは飼い主の都合で決めるべきだから飼い主が選べるわけですよ。いいですか直してくれ新しいものをくれ不足分をくれこんな請求をすることができます。さあこの選択は飼い主ができるんですがただ例えばテレビ。 飼、まあ、い主からすれば直してくれって言っても何か気分が悪いですからもしかしたら新しいものが欲しいかもしれませんですからすいません新しいものと変えてください新しいものと変えてくださいあるチャンネルが映んないんですよで電気屋さん来ましたあこれねあの本当にこの1つの部品だけ変えれば直りますよっていう時に新しいものと変えるのは無駄ですよね。だから実は売り主さんのの方であの っていうのはよく分かりますけどこれ修理1箇所やればもうすぐ5分で治りますからそうやって対応させてもらいますね。 っっててて言いいいい返しちゃってもいいんです矢印見てくださいただし売り主は飼い主からの追加の請求に対して飼い主に不相当な負担を課すものでない場合には飼い主が請求した方法と異なる方法による利己を追加することができるということで飼い主が丸一丸二丸三の選択をしたとしても売り主の方からチェンジをすることができるんだ。 そししたたらいいい主がが選択した意味なななじゃないかってことこになりますす大丈夫です1行目の後ろ飼い主に不相当な負担を課すこの場合にはチェンジできないですからねやり方を例えばもうレジュメン書き込んだとか本に書き込んだとかいう場合にはいやそれはじゃあ交換は困りますよね飼い主からすれば、えー、じゃあその書き込みを50ページも移さなければいけないってことになりますから売り主はあじゃあ引き換えしますねとか言ったってそれは不相当な負担になりますからそれは売り主は 異なる方法は選択できませんあるいはあテレビの修理すれば済みますからっつってもうなんかちょっと修理にね1週間かかりますからあこの家のリビングちょっと1週間使わせてもらいますよとそれやめてくれよって話になりますよねですからそんな形で飼い主が不相当な負担になっちゃうぞという場合にはチェンジを請求することができないから飼い主さんの請求する方法に応じてあげなければいけないこんなことになります。これが1つつ目目の選択で2つ目 これが括弧3番にある代金減額請求代金減額請求になりますこれが2つ目の請求になりますで、代金減額請求というのは代金を負けてくれってことこんなちょっと品質が悪いものを送ってきたんだからいやこれ使うよ使えなくないから使うよでも言ってる品質と違うんだから安くしてくれよっていうのがこの代金減額請求ってことになります で、代金減額請求の本質これを押ささえてください本質は一部解除解除っていうのは契約をなかったことにすることですが100万の契約を50万の契約にするわけですから半分にするわけですよね一部解除の性質がある一部解除の性質があると押さえてくださいだから要件は解除と一緒って覚えればいいです同じととこころは無駄に覚えないことが重要ですよね だから一部解除の性質があるんだから要件は解除と一緒でこれ債務不履行の特則だと言いましたよねですから債務不履行解除と要件一緒なんですよ。ということで見てください。 採刻による代金減額さあ解除の勉強した方は分かると思いますが、催告した上で解除するんでしたね。早く履行してくださいと言って、履行がなければ解除ができる。だから、早く追加してくださいと言って、追加がなければ解除ができるということになるわけです。だから、追加がなければ、解除の性質がある、一部解除の性質がある、代金減額ができる。採刻した上で一部 代金減額をするることになるわけですでは見てください飼い主は売り主に対して相当の期間を定めて追加するよう催告しその期間内に追加がない場合には追加がない場合には代金減額請求がでできますすよろしいですねだから、まあ、まずは追加してもらうわけですそれでも追加がなければ代金減額を初めてすることができるんだこんなことになりますただ会場を勉強する時にやりますよね 再国なくても解除ができるケースがある再国がなくても解除ができるケースがある例えば履行不能もう履行できないんです売り主は渡すことができない渡すことができないのに早く渡せよ早く渡せよだから無理だってなんかがらせみたいな請求になりますよねだからこの場合には再国することなく代金減額請求をすることができるわけですあとは履行拒絶意思が明確な場合とか定期行為なんかもよくありますよねクリスマスマイブに ケーキを持ってくるクリスマスイブにケーキを届けてくださいと言ったけれどもなんか品質の悪いケーキが来たわけですよもう食べられないうんなんかもうケーキの味がもうしょっぱいわけですよ何これ毒なんじゃないの何入ってるのこんなの契約内容と違うじゃないかこれはもう責任取ってもらおうクリスマスの次の日に早「早く追加して早く追加して」。 もういいらないですよクリスマスケーキクリスマス過ぎてるんだからこういう話ですよねこれ解除のところでよくやる話ですよねなんかウエディングドレスだとか、えー、そういう話ですよねですからそういう結婚式に間に合うように作ってくれなかったみたいなそういう話と一緒ですだから定期行為の場合それから飼い主が催告しても履行の追加の見込みがないことが明らかな場合ですねこういう場合には催告なしに解除ができるという理屈から催告なしに代金減額ができると。 ということになります。ということで、これはもう説明するまでもありません。解除と一緒。いいですか。代金減額は一部解除の性質があるから、あの債務不履行解除と要件公開一緒です。というふうに抑えてください。では次です。四ページの方に行ってください。括弧四番解除。括弧五番損害賠償と書いてあって、説明がありません。 ここは契約不適合のところで勉強することではありません。なぜならば、解除と損害賠償については、契約不適合のところにオリジナルな規定がないわけです。先ほどお話ししたとおり、まず押さえておかなければいけないのは、契約不適合責任というのは、債務不履行の督促。 債務不履行の特別規定ですよね。ということは特別規定がない部分については一般規定を使うわけですだから契約不適合だって債務不履行責任には違いないから債務不履行解除債務不履行の損害賠償という請求ができるわけですだからこれは通常の415条あたりに書いてある通常の解除通常の損害賠償があの通常の要件の下で請求することができます。だから、えー 契約不適合だって債務不履行なんだから債務不履行解除の要件を満たせば買い主は解除ができるし債務不履行の損害賠償の要件を満たせば買い主は売り主に対して損害賠償を請求をすることができますよろしいですねではその復習も兼ねて4ページの下の図を見てくださいさあこれ覚えておくといいですよあの選択肢作るときに 奇跡性が誰にあるかということだけで、誤りの選択肢、簡単に作れますから、こういうのは出題者は大好きです。まあ、どの試験を問わず、まあ、使用書士でも行政書士でも、こういうふうなですね、奇跡性があるかないかによって、請求ができるかできないかが違ってくるのであれば、そのあたりをもちろん選択肢として出して、誤りの選択肢を簡単に作ることができるわけです。追加請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除。 さあまず追還請求なんですがこれは債権者つまり飼い主ですね飼い主に奇跡性がある場合には行うことができません飼い主に奇跡性がある場合には行うことができない 奇跡性がある飼い主を売り主の手間暇かけてまで保護する必要はないからですよね。もう飼い主さんのせいで壊れたんじゃないの飼い主さんはちゃんと使わなかったんじゃないのみたいなそういう場合まで売り主が直す必要はないわけですよ。追加する必要はないわけですよ。ですから飼い主に奇跡性がある場合には追加請求をすることはできない。ただ売り主に奇跡性があることはいりません。双方に奇跡性がなくても追加請求はできます。でそれから 代金、減額と解除を一緒に見てください。代金、減額と解除も債権者に奇跡性がある場合には行うことができない。でこれは実は解除の方を皆さん知っていると思います。会場は一般的に 債権、えー、者に規制性がある場合にはできないと債務振り込んだことで勉強しますでその時に債務者に規制性がある必要はないんですねだから債務者に規制性があっても解除はすることができるし双方に規制性がない場合であっても解除することができる解除っていうのは売り主を責める手段じゃないわけですよ売り主さん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 を不当に責める手段ではなくて飼い主をその契約から解放してあげる手段なんですねですから例えば買い主が 売買契約をしましまたすみませんビール30本持ってくださいビール10本にしましょうえ今日10本飲みたいもうちょっと飲んべいですねビール10本飲みたいということでビール持ってきてくださいビール持ってきてくださいはい分かりましたって契約をしましたところが売り主さん全然ビール持ってこないそこで飼い主さんがその売り主その酒屋との契約を例えば請求したり。 飲んだり待ったりとかいうのはなかなか大変ですよ早くビール飲みたいわけですだからもうあの酒屋との契約は解除だ もう酒井さんいいよビール持ってこなくてってって他のすぐ持ってきてくれる、えー、ビールの人と契約をすることによって、えー、そっちから取り寄せることができますよねですから解除っていうのは飼い主さんがあその売り主さんと、えー、もう何か交渉とかしなくていいようにもう契約をなかったことにしてあげるという飼い主を契約の拘束力から解放する制度なんですねだから売り主を責める制度というふうになるわけではありませんから売り主の奇跡性はいらないんです とということで売り主に規制性がなかったとしても双方に規制性がなかったとしても飼、ね、い主が早くビールを飲みたい飼い主を保護するそういう手段ですからそのビールを持ってこない売り主との契約を破棄して他の会社との契約をするとこういうことを許してあげる制度なんだというふうに考えてくださいだから売り主の規制性はいりません売り主を責める制度ではないからそれに対して損害賠償は。 売り主に奇跡性がなないいとと行うここはできないこれ債務不履行ところの知識ですただ契約不適合でも一緒ですからねということで債務者を責める制度ですから債務者に奇跡性がなければ損害賠償請求をすることはできないぞということになりますで代金減額は解除と一緒ですからもちろん要件は解除と一緒買い主に奇跡性がある場合にはすることはできませんが売り主に奇跡性があることまでは必要ないということでしっかり押さえてくださいこれだけで点数が取れるところですからしっかりこの図表を押さえておきましょう ではよろしいでしょうか。ではえ5ページの方を見てください。えこのように買い主が契約不適合責任を売り主に追及するときにえどんな追及をすることができるのかっていうのを覚えてもらいました。覚えました。4つありますね。追加請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除。これを行うことができます。すぐ覚えるんですよ。でえこのように4つの請求をすることができますが。 さあこの請求というのはいつまですることができるのかいつまですることができるのかということが5ページに書いてありますえ、6番買い主の権利の期間制限ですねまず丸1、種類・品質の不適合ん？場合分けがありますね不適合責任って4つの不適合で請求することができました4つの不適合で請求することができましたそれはもう覚えてもらいましたはい覚えてますか せーの？種類、品質、数量権利ですね。種類、品質、数,数量権利、それを丸1番種類、品質と丸2番数量権利に分けます。これで期間違うんですよ。種類品質は丸1。数量権利は丸2。期間が違うんです。え、この4つの不適合を2。対2に分けて、それぞれ不適合の、えー、責任を追及できる期間が違う。どっちが短いかはい。皆さん考えてください。 種類品質と数量権利の組み合わせどっちが短いでしょうか答えは1です。種類品質、これ結構短いです。あとでやりますが1年って言葉が2行目に見えますけれどもこちらは短いんです。というか2番は期間制限ありません。もちろんあとでやりますが一般的なですね時効にはかかりますからその期間はありますけれどもそれ以外この契約不適合責任としての特別な ああ制約はないさあどうしてでしょうなんで種類品質の方が期間が短いんでしょうか種類品質って何年も経ってから「すいません契約内容と違ったんですけど」とか言ったって分かんなくないですか すいませんうちの冷蔵庫ねあ1 0キロの氷が作れるって言ったんですけど5キロしか作れないんですよもう5年も前に買ったんですけどね初めからそうでしたいやそれは劣化したんじゃないのって話ですよねいや早く言えばいいじゃないですかそんなのですから初めから性能が悪いのか 後から劣化したのかあるいは劣化して初めからそうだったかどうか分からなくなっちゃいますよねだからあんまり長い期間ですね経ってから請求されたとしても困るわけですよえ契約え適合してたか適合してないかがもう期間の経過と,とともに目的物が劣化して分からなくなっちゃう。まあ、冷蔵庫ならままだ現物ががありますが えー、もういろろいいかななくなってる可能性もありますよねいやそんな昔のこと分かんないんだけどみたいなですからあこの種類品質の場合にはあ期間の経過によって目的物が劣化してしまって契約不適合かどうかが分からなくなるぞだから比較的短期の間に法律関係を確定させておく必要があるんだということになるわけですではどれぐらいかっていうと、えー、丸一番見てください 種類品質に関する契約適合の場合飼い主は契約適合を知った時から1年以内にその旨を売り主に通知しない時には売り主の契約適合責任は消滅をするということになります。1年ですねただちょっと注意しておくのが1年以内に請求しなければいけないということではなくて1年以内に通知をとりあえずしとくんです。 1>, 1年以内に不適合ですよという通知をしておくそうするとこのです、ね、契約適合責任の追及ができるんだということを押さえておいてくださいちょっと珍しい規定の仕方ですからねこういうところはしっかり押さえておくことですそれから丸二番の方を見てくださいごめんなさい丸一番の最後売り,主が悪意重売り主があいつに売ったのは壊れたやつなんだよ あいつに言ったのは性能が悪いやつなんだよあいつに売れてよかったなとか知ってるわけですよ知ってる人種を保護する必要はない。 まあいうことですよ、ねまあ、民法というのはこういう人は保護しないこれはちゃんと頭の中でイメージして確かにそういう人を保護する必要ないよねえこの期間制限というのは売り主を保護するための期間制限ですから売り主が保護に値しないような人であればそれはもう保護の対象にはなりませんですから悪意、重感質の売り主に関しては期間制限は発動されないんだというふうに抑えてください。 でそれから丸 ② 番の方を見てください数量権利に関する不適合の場合ですえ数量権利に関する契約不適合の場合期間制限はほら規定されていないよろしいでしょうか数量権利って一定期間経ったってわかんなくなるってことが比較的少ないです例えば権利であれば等規模見れば昔のことだって載ってたりするしえそれから数量だってうん例えば 分かるわけですよねですから数量だってその土地の広さなんかで分かったりしますからそうすると数量権利に関してはまあ期間制限用意しなくていいかなって話になってます。だから一般的な早速的なな事項でですねそれで、えー 消滅をすることになります消滅事項に関する一般原則が適用されることになりますからこれは民法相続の復習になりますけれども不適合し知った時から5年あるいは飼い主の権利行使が可能になった時から10年ということで契約不適合責任は民法の消滅事項の原則で請求できなくなるぞといった形で押さえておいいくださいでは次です。 今度は六ページの方に行っていただいて。契約不適合責任が。軽売に適用されるか。軽売に適用されるか。軽売。まあ。 これは民法の勉強が進んでくると例えば、定当権に基づいて競売されました担保権の実行されましたとかあるいは一般債権者が不動産を差し押さえて競売しましたとかこんな事例が出てくることになりますけれども、まあ、法定地上権なんていうところで出てくるやつですよね。競売で、えー、不動産買いました。まあ 軽売で不動産買うなんんてことももあるかもしれません裁判所で競売というのは行われているお金を払えなくなった債務者がいて不動産を持っているとすればその不動産をお金回収のために裁判所で競売にかけるわけですよ債権者はそうすると裁判所で不動産が売りに出されるそうするとですねこれは裁判所の競売っていうのは比較的多くの人が参加するわけではありませんから、まあ、一般的な市場よりも安く買えるなんてことで時々お得ですよなんて情報が流れたりしますが裁判所 一に行って、わ、不動産売ってる、この不動産買おうかな、なんていうことになるわけです。まあ、なかなか素人が、あ、こう、自信持って参加できるものではない。ですが、まあ、ただ、今インターネットで競売情報なんかも出ておりますので、まあ、ぜひ見ていただければ。比較的イメージがしやすいかと思いますが、まあ、競売っていうのはあるわけです。え、その競売で買ったものが。話が違うぞって時に、今勉強した契約適合責任を。 追求することができるか、売り主に、うん、売り主、売主誰、売り主に追求することができるかとこういう問題になります。さあ行きましょうか。で、これ全部は適用されません。特則があるんです、えー。軽売の場合にはね、あ、それはできません、あ、それはできませんという特則があるんです。どうして特則があるかというと、確かに軽売も売買には違いないですね。えー、買い主が つまり競売の買い受け人がお金を払って落札をしてお金を払ってですね買うわけですから売買には違いない売買には違いないでも通常の売買との違いはなんですか通常の売買との違い通常の売買であれば売り主 A さんと飼い主 B さんがこの不動産売るようん買うよって合意をしてるわけですねあるいは僕の中古の本だけどインターネットで売るよおいいの売ってんじゃねえか これは珍しい絶版本だぞ買うよ契約してるわけですえどんな品ですかよ良好ですって書いてるわけですあ良好な品を買うんだ良好じゃねえじゃねえかって話で今言ったように契約適合責任の土台があるわけですよただ競売ってどうでしょう競売競売って売り主と買い主が合意してないですよねですよねですから売り主がもちろんあんまりいい不動産じゃないのもう壊れかけの不動産 に住んでたかもしれないですよ、お金ないから、ね、そういう住んでたかもしれない、それが勝手に競売されるわけです、債権者が、いや、あいつ、お金返さねえから、あいつの不動産、競売しちゃおうって売りに出すわけですよ、ね、もうボロい不動産です、もう,う欠陥住宅みたいな感じですよ、で売りに出されました、そしたら飼い主が、あ,あ不動産安く売ってる。 安安くく売ってるるこんな安く買えるのえ誰もライバルいなそうだよねちょっと入札みたいな感じでしてみようか自分がつけた値段が一番高かった買えたってなったわけですよこれが競売ですよねで買いましたで夫婦でいきますよ憧れのマイホームですさあ競売で買った家どんな家だろうねうわーボロー ろくくなな不動産売ってくれねえな話が違うじゃねえかって責任追及でできるかったらどうです話が違うじゃないか売り主話が違うって,だって話してねえだろ俺は勝手に不動産出されたんだ俺にはもともとボロいんだそのボロい不動産を売ったのは裁判所だろうが俺売りたくなくて売ったんだえボロいとは確かに言ってないかもしれないけどお前と契約してねえんだから俺は話は言うわけねえだろ。 いう話,ですよ話が違うっが違うたってもともと話してないわけですよね勝手に売り出されてるんだからだからそんなの責任追及できるのかって話なんですさあどうでしょうさあいきますよ6ページ5番の括弧1番契約不適合責任を奪い経営場合で不適合責任が生じるのは実は目的物の数量権利の不適合権利の不存在の場合です種類品質の不適合の場合には不適合責任は生じないその下の表を見てくださいほら種類品質数量権利覚えました 種類品質、水量、権利そのうち不適合責任追求できるのは数量と権利だけ種類と品質は追求することができない今言ったようにボロい家だとか話が品質が悪いとか種類が違うっていうのはもともとそんな合意をしてないそんな約束してないんだから話が違うじゃないか契約と不適合じゃないかって話にはなりっこないんですよ。 よろししいでしょうかだからこの場合には契約適合責任は負わないということになるわけです。ただ数量と権利これが違った場合に責任追及できないってことになったら今度は競売の信用がなくなりますよね。 裁判所が入ってるんだから数量ぐらいちゃんとしてくれないと情報でそれから権利ぐらい裁判所で買ったらなんか変な権利ついてたぞ裁判所なんだから調べてそんなことぐらい伝えるよって話になるわけですよだから数量と権利が違う場合にはさすがに担保責任を追及することができますけれども種類品質が違う場合には担保責任を追及することができないということになるわけですよろしいでしょうかしっかり押さえてください 種類品質数量権利と押さえた上で今言った理屈から数量と権利だけですよ競売で担保責任の追求契約適用責任の追求ができるのは数量と権利だけ数量と権利だけしっかり押さえてくださいで次ですよどんな追求ができるかどんな救済手段が追求できるか追加ん 代金減額、損害賠償解除の4つのうちどれができるかどれができるかということになりますが、一追加請求はできない。追追請請求求ははででききない追還請求はできませんこれはもう売買契約してないんだから追還義務がないですよね売り主は勝手に不動産を売られちゃったわけですからちゃんとしたものを売りますよって義務がないので追加請求できないわけです。ももとと 勝手に競売された自分の不動産が勝手に売りに出されたのであって、うん、何かを裏ちゃんとしたものを売る義務がない以上追加請求できないんですねただ丸2番解除と代金減額はできます解除と代金減額はできますさすがに裁判所で買ったものが数量不足だあるいは権利不適合だった時に話が違うということで解除はできる代金減額はできるということになっていきますただこの場合に ちょっとこれも細かい知識ですが合否を分けるポイントとして債国はいらない競売の場合の特則として債国なしにこのあたりの追及ができます債国なしに会示は代金減額をすすることができます理由は1個への1追加請求ができないつまり追加義務ないんですね。ああ 早く追加してくれよ追加してくれねいと解除するぞっていうふうに催告した上での解除をしなければいけないかっていうと追加請求できないんだから追加してくれよと言えないわけです追加してくれよって言えないわけだから追加しろって催告した上での解除をする必要はないわけですねだから催告は不要催告は不要ということになりますまる番損害賠償も原則できない損害賠償も原則できないこれも 債務不履行というのが基本的には観念できないわけですね。売り主が売る債務があるわけではない勝手にボロい家を買い主が買ったボロ数量不足や権利を買っただけですからごめんなさいだけですから基本的には債務不履行との観念できない以上損害賠償の請求はできません。ただし、えー、例外があります例外の1債務者が不適合を知りながら申し出なかった場合。 これは買い受け人は当該債務者に対して請求することができるし、例外の二として債権者が不適合を知りながらこれ債権者あの競売を申し立てた人ですね、競売を請求した場合買い受け人は当該債権者に対して請求をすることができますということです。もう知っていてやってるんですよ。債務者その不動産所有者がボロい、えー、ごめんなさい、えー、と不適合ですね、えー、数量不足などを知りながら告げなかった。 あるいは債権者が知りながら告げなかっ知りながら競売を請求したとこういう場合にはそれぞれに対して損害賠償請求をすることができるんだこんな形で押さえておいてください。ただだここのの例外の ① 見てくださいこれ 買い受け人は債務者に対して請求可能と言ってますが、その債務者はお金がないから競売されちゃったわけですよね。だから債務者に追及か請求可能と言ったって、その債務者はお金がないケースも想定しなければいけません。ですから六ページの最後の二行を見てください。債務者が無視力の時は代金の配当を受けた債権者に対して代金の返還を請求することができますということですね。あの債務者の不動産が競売されてそのお金を 債権者が受け取ってるわけですよだからその代金の返還という形で請求することができるんだこんな形で押さえておきましょうでは7ページの上7ページの上ここの図表が今のまとめということになります追加請求はできない解除はできる代金減額ができる この代金減額解除についてはははいらないいいいららないななととうこにりますそれから損害賠償請求は今言ったとおりで原則罰ですけど例外もあるだこんな形で押さえておきましょうでは次7ページの一番下の6番です7ページの一番下の6番面積の特約面積の特約これ契約適用に基づく売り主の担保責任についての規定はこれ実は2規定ですから 2規定ですから面積の特約をすると担保責任は免除や軽減されます原則、えー、そこには例外が書いてありますが原則として売り主の責任は免除や軽減されますだから、えー、これ、まあ、私もですね実務で、まあ、不動産取引なんかたくさんやってきましたけれどもその時にこう契約書なんかありますよねで契約書を読まない方もいるし読む方もいるんですよちっちゃい字でいっぱい書いてある。 で時々ご意識の高い飼い主さんなんかは契約書を見てこれどんな意味ですかあ司法書士の方にも結構いろいろ聞いてくるお客さんがいてしっかりしてるななんていうふうに思った記憶があるんですがそこに例えばこの面積特約なんかあったりするわけですねそうすると実はこれ競売の話はもう終わりですからね面積の特約って新しい話にしてますがその通常の契約のときに 売り主は担保責任を負わない売り主は契約適合責任を負わないって特約がついているそれは有効なのかということになるとそれは有効な契約ですよ有効な特約ですよってことになるわけです。で確かにに、ね、民法でこういういう規定があって こういうふうに責任を負いますよと書いてありますが責任を負わないと書いておけば負わないんですよですから実はこの再建法っていうのは勉強するとよくやりますけれどももう民法の規定っていうのは基本的には2規定だということですよね特約でででいくらでも異なるる内容にすすことはできますだから契約書はしっかり見るししっかりこう作らなければいけない。 だから実務出るとちゃんと契約をしたいんだけれども契約書の内容ってどういう内容の契約を作ればいいんですかみたいなそういうのはちゃんとこう法律家として、えー、法律内容を知っておいてあそういう特約は入れとこうとかこういう特約は入れますとかああいった形で合意ができるようにこうお手伝いをしていくなんて話もあります。ということですね。でこの担保責任についててもも実は特約ででって排除ができますから 売り主は契約的合責任を負わない売り主は契約的合責任を負わないって書いときゃ終わりよという話になるわけですただあまりにもひどい場合には審議則に反するような場合には売り主は契約的合に基づく責任を免れることはできません7ページの下見てください6番契約的合の特約があっても次の場合には責任を免れませんさあ売り主は 契約適合責任負わない、担保責任負わないと売買契約書に書いてあったとしても。この二つのケースの場合には免責されません。丸一。売り主が不適合を知りながら告げなかった。売り主が。契約不適合を知りながら告げなかった。あ、壊れてるけど、まあいいか、黙っとこう。いう形で。不適合を告げない、知りながら告げない。知りながら告げない。え、それから丸二番です。 売り主自ら制限物件の設定第三者に対する権利の譲渡をしたこれ権利の不適合ですねえ権利の不適合であのまあ担保がついてるだとかあるいはそうですねえ制限物件がついていてえ権利に関する不適合があるじゃないかなんて時にえそれはですねえ担保責任を負わないよって,ってそれ設定したの売り主さん自身じゃないかと。 いう話ですよ第三者に対する権利の譲渡したのがあ売り主さん自身じゃないかと例えば一部他人物で買えなかったという時にその一部他人物に仕立て上げたのは売り主さん自身じゃないかというときにはこれはです、ねえー、いくら面積特約があったところで売り主は面積されないんだ売り主は面積されないんだ、まあ、こんな形で、えー、押さえておいていただければというふうに思います。よろししいでしょうかということで、えー、今回、えー、これでレジュメの方がすべて終わりましたので。 契約不適合責任について皆さんはこれで完璧になったかなというふうふに思いますただもちろんこれ講義聞いただけですからここからしっかり復習をしてこの分野についてはもう完璧よといった形にしてください講義の中では一応本質論やその理解ができるポイントについてお話をしましたがからその理解でもって記憶していくということをしっかりこう押さえていただいてただもちろん大事なのは暗記ですからね。試験に 行くっていいうのは切れ事じゃないわけです試験当日頭の中に入っていなければいけませんからあいくら分かりやすいとか理解できたっつってもそれで受かるわけじゃないんですよもうとにかく覚えなければいけないということは念頭においてください。えー 特にですね私がこう担当している司法書士の試験については不動産登記法だとか商業登記法だとかとにかくこう会社法なんかもそうですが覚えなければいけない科目なんかも民法以外にもたくさんありますそういう科目についてはとにかく講義で理解してもらいますけれども理解して終わりじゃなくてどう。 それを覚えるかとということが大事ですですから私はもう常日頃の講義から例えばこの渋谷の教室であれば講義が終わった後1時間実習室って形で今日すぐ覚えてから帰ってねみたいな話をしてもう覚えて帰りますよ。 でそれから携帯使用書士っていう暗記帳みたいな本を作ってもうとにかく記憶できるようなサポートは全部していくこういうことをしているわけですだからとにかくきれいごとではなくて受からなければいけないえですから私のクラスではですねみんな座ってとにかく休み時間でも何でも勉強してもらうそれからうんまあ 通勤の時間とかあとは会社なんかの昼休みにみんなこう携帯しちゃい本を見て勉強していますそんな形で暗記をしていくということをなおざりにしないということをしていただければ合格できるかなというふうに思います。 でこれから行政書士を受けようという方とか司法書士を受けようという方がいると思いますがで私の方では司法書士を担当していてえ今度ですね春生えー15か月講座森山クラス春生というのが始まりますのでぜひまあ司法書士を目指そうという方はそちらの講義を利用して一緒に勉強していただければというふうに思いますあの通信でも受講できますしまあ今こういうご時世でもありますしもともと全国に受験生がおりますから通学できる方よりまあ通信の方の方がもちろん多いわけですからまあ通信でもそれはもう安心 にして受講すすることができますそれがまあ多くの受験生共通のところになってますしあとは通信の方でも安心できるように。 電話相談だとかも,もう時間見つけてやっておりますからぜひそちらの方もご利用になっていただいて一緒に勉強していきましょうでこの後は横溝先生の方からもです、ね、別のイベントがありますからぜひそちらの方も行政書士の受験生の方はご利用いただいて今日有意義な休日の方にしていただければと思います1月11日今日は渋谷フェスティバルということで、まあ、厳しい状況の中でのお話ということになりましたけどもぜひ YouTube 配信の中でもたくさんの方が聞いていると思いますのでぜひ まあこの後も横溝先生の方も利用して聞いていただければと思います。えでは今日はこれで終わりにしましょう。お疲れ様でした。